大学4年生の小畑龍馬です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。視聴していただいている皆様もいつもありがとうございます。今日は女性政治家でもある早苗代議士が取り組んでこられたことで以前から聞いてみたかったことを伺います。実は僕がというよりも大学の女子たちから聞いてくるように相談を受けたんですが、そういったことを踏まえながら質問をさせていただきます。わかりました。早苗代議士は自民党の政調会長を3期務められましたよね。はい。2012年12月25日に初めて就任され、その直後に政調会に新しく設置された女性の健康の包括的支援に関するプロジェクトチームではどのような課題を扱っておられたのでしょうか。はい、ゼロから新設したプロジェクトチームなんですけれども、要は私たち女性の体っていうのはホルモンバランスの変化によって大きな影響を受けます。まさに思春期にはもちろん、周産期、それから更年期でご高齢の世代になってもですね、長期にわたってホルモンバランスの変化によって影響を受けます。ホルモンバランスの変化によって、体調悪いなと、いうようなことも当然あるんですけれども、このそのホルモンバランスの変化による体調が悪いというのは割と男性には理解をしていただけない、環境にあって、で、男女ともに、そういったことに知識を深めて、で、学校でも職場でもご家庭でもですね、理解を広げることが必要やなと思ったんです。もう一つはその単なる体調不良っていうことじゃなくて、更年期になるとですね、女性がかかりやすい病気っていうのもあるんですね。できたら大学の医学部の段階で全ての学生さんにその女性のホルモンバランスの変化によって特に更年期にかかりやすい難病なんていうのがあるので、そういったことの知識を、全ての医学生が学んでいただいて、で、病院に行って、女性がどの診療科にかかってもですね、早期に正しい診断をしていただくと、この年代の方だったらもしかしたらこの症状は難病なん違うかなというようなことに気づいていただくと、いうことで、早期治療ができたら、女性の難病を悪化させないことにもなるし、そうすると社会全体の、医療費の節約にもなりますよね。そういうことで女性の健康の包括的支援に関するプロジェクトチームを立ち上げました。どういったことがきっかけでその政策の重要性に気づかれたのか、改めて教えていただけると嬉しいです。あんまり言いたくはないんですが、自分自身の経験やったんです。私はそのホルモンバランスの変化によると思われるその更年期障害がですね、割と早い時期に出たんですね。普通40代の後半とか50代に出る人が多いんですが、私の場合は44歳ぐらいから変な症状が始まりまして、で、44歳の時に私は初めて大臣になりました。で、初入閣した日に記者会見を行います。当時は官邸の記者会見室で入閣した人が順番にこの初心を語って記者からの質問を受けるんですが、その時にですね、全く緊張もしてないし、で、その部屋は暑くも何ともなかったんですけれども、更年期障害の典型的な症状であるホットフラッシュ、っていうんですが、急に暑くもないのにバッと汗が噴き出すっていう症状が記者会見の後半あたりから質疑を受けてるあたりから始まって、顔中汗まみれになったんですよ。で、その結果、マスコミには梅雨だく大臣と書かれまして、それはそれでちょっと自分でも悲しいと、思ったことではあったんです。その時は自分が何にかかってこういうことになってるのか、っていうのが全然理解できてなかったんです。で、またその後、選挙もあって、で、割とこの暑い時期にですね、3キロぐらいこう歩いた後に、街頭で演説すると、いう時に、マスコミの方が集まってて、バーッと写真を撮られて、暑い中歩いたか汗かいてた当たり前なんですけれども、洋服なんかがこう汗で濡れてますよね。その写真を掲載されて、そこに
不潔だというような表現をされてて、自分でもそれなりに傷つきました。お医者さん行ってみるとですね、あ、これはちょっと早いけど更年期障害ですねって言って、もう普通の錠剤なんですけれどもいただいて、でそれを飲んだら治っちゃいまして、でもそういうことって、自分も知識がなかったし、で考えたら自分がすごく若い頃に私より年が上の女性秘書がいて、で彼女がもう更年期障害でしんどいねしんどいねって言っててんけど、まだ初当選したばっかりで32歳だった私は、更年期障害がどんなに辛いとか、そういうことをあんまり理解してなくて、どういう辛さなのかっていうのを、分かってなかったなと思って、自分がかかって初めて分かったんですね。女性用のクリニックなどに行って、でどうせ私たちは乳がん検診ですとか子宮がん検診を受けますから、そういう時にお医者様に相談したら、あ、それ更年期障害ですよって言ってね、ホルモン治療って言ってこういう錠剤ありますよって言っていただいて、ですっかり症状は改善しました。それからもう一つ、これも私自身がですね、実際のその更年期と診断された後、まださらに、後になるんですけれども、ものすごく足が痛くて痛くて、で、もう両足が痛くて、で急に立っていられない状態になったんで、で病院に行ったんです。で、もちろん足の痛みだから整形外科に行って、レントゲン取っていただいたりしたんですけれども、お医者様はちょっと歩きすぎとか走りすぎじゃないですかと、その時はなんか選挙近かったんで、ものすごくこう街頭演説して走ったりいろんなことしてて、一日何時間も歩き続けたりしてた時期やったんですね。歩きすぎですと、で痛み止めと湿布薬をくれはって、で選挙とか終わってまた何ヶ月か経っても足痛いんですわ。でもう一回病院行って、でもうちょっと検査してもらえませんかって言ったら、やっぱりこれ足の疲れですということで、また痛み止めと湿布薬もろて帰ったんですけれども、結果的にその数年後その症状が治らないので、東京の病院でそれでも3箇所ぐらい、回ってようやくですね、それがちょっと難病であると、もう皆様ご承知だと思いますが、関節リウマチあるということが分かりました。治療が非常に遅れたので、その後大変だったんですけれども、そうやって病名が分かるとちゃんと治療薬はあるので、おかげさまで今では走ることも十分に歩くこともできます。そういった知識っていうのをやっぱり全ての診療科の医師の方が持ってれば、高年代だったらこういう病気なんじゃないかなっていうのを早く気がついてもらったら、早く治療もできて元気に働きますんでね、そういった自分の経験から他の女性議員にも話してみたら、やっぱりそやと、いうことで、プロジェクトチームを立ち上げたんです。多くの女性が悩まれているってことももちろんそうですが、高石さん自身がその女性の健康課題を抱えられていて、そういったバックグラウンドがあるからこそですね、このプロジェクトにこう情熱であったりとか熱量を持って臨まれたんだなということが非常に伝わりました。ありがとうございます。続きまして、女性の健康の包括的支援に関するプロジェクトチームの活動は効果を上げたのでしょうか。私自身がそのプロジェクトチームを自民党政調会に新たに設置した時ですね、初代の座長は、高貝さんという、看護師出身の女性議員にお引き受けいただいたんです。で本当に彼女は、医学の知識も豊富ですから、これをものすごく重要な課題だって一生懸命、頑張ってくれました。ただ残念ながら最初は厚生労働を担当されている、男性議員の理解がなかなか得られないっていうか、実感として分かっていただけないっていうんで、成果が見えてくるまでなんと10年、おおむね10年かかって、でようやく昨年からこの効果が出てきました。で一つ目の効果、昨年ですね、このプロジェクトチームはずっと続いていたので、そのメンバーに
入ってた男性議員たちから喜びの声を聞いたんですね。このプロジェクトチームですごく勉強して深い知識を得てですね、女性の健康への理解が深まったと。でその結果そういうことを多分ご自宅でも帰って話さはるんでしょうね。急に妻や娘が優しくなったって、このプロジェクトチームに参加してよかったっていうのと、でやはりプロジェクトチームでかなり深く勉強されてますから、選挙区に戻られても演説会、などでですね、女性のホルモンバランスで、まあ、こういったことがあると。だからやっぱり女性の健康を守るために自分たちはこういう政策を考えているってことを言うとですね、非常にまあ女性の有権者の方々から喜ばれたという声を伺った、まあ、それが一つ目の効果で、二つ目、まあ、これが大きいんですけれども、なんと厚生労働省がようやく、昨年新規事業としてですね、女性の健康ナショナルセンター、機能の構築事業っていうのを始めるということを決定してくれました。令和5年度補正予算、去年成立した補正予算にまず、新規事業として 5.4 億円計上されました。そして、今年の通常国会で、これから、まあ、ご審議をいただく令和6年度の当初予算案になんと 21.7 億円、計上されました。補正と、来年度の、令和6年度の当初予算というものを合わせますと合計 27.1 億円でこのプロジェクトがスタートすると。でこの女性の健康ナショナルセンターっていうのは基礎研究をやる、で臨床研究もやる、で情報収集をする、そして発信をする、で政策提言をする、それからの女性の体と心のケアの支援を行うと、まあ、いうようなことを目的としてます。大きな一歩を踏み出せた、でも10年かかっちゃったということで、でもすごく嬉しいねっていう話を昨年の12月にこの来年度予算案が決定した時に、初代座長の高貝議員とですね喜び合ったところでございます。高貝さんがこうずっと準備されていたことがですね、長い年月をかけて実現したということが伝わりました。また当時のですねプロジェクトの進め方の話を聞きまして、女性の問題ですが女性だけでなく男性も理解しないといけない問題なんだなということをですね非常に感じました。今日もありがとうございました。男性の皆様にも更年期障害というのはありますので、お大事になさってくださいませ。どうもありがとうございました。美しく強く成長する国日本、皆様と共に作ってまいりましょう。高市早苗チャンネルをよろしくお願い申し上げます。